What's up, guys? Zero here with another episode of Sword Art Online Available. Now, today we won't be doing any co-op on this one. Today we're going to be going through the new content that just released for the single player, which is the new expansion. Ambush of the Imposters. Actually thinking it was gonna be a part of the main campaign. I just go and start the quest up like in the previous game. Alright, let's first change out my gear. And see what the new hairstyles are. New. Okay. And that one. Okay. Now I don't even remember what I had. Okay, 22. Please don't tell me these new costumes have to be created. Yep, they're probably gonna have to be created. That, and those accessories are probably going to be drop based. Eh. Unless it's already added and I can see it from Asuna's room. Yep, new design. Oh, okay. That's the new costume. And, okay, Raider for the male and Western coat for the male.
All right. So you took me out of a loading screen to put me into another loading screen. Okay. マスター、あの、使いのことを伺いますが、マスターは私から無夫婦な男情報とか、時々の階段とかを聞いたことはありますか? あの、私、昨日は皆さんに会ってないのです。え?でも、昨日確かに。本当に違うのか?アーファシス。何か知らないか? そっくりさんだったんだ。そんな噂は聞いたことないわ。レイちゃんそっくりのタイプXってどういうこと?そういうのがいるかもしれないって話。アファシスマニアのチェリスカが知らないなら可能性は薄いかしら。マニアかどうかは分からないけど、 タイプXの情報にはいつも気を配ってるわよ。でも、そういう話を聞いたことはないわ。もし、私の知らないタイプXがいるとしたら、かなり悔しいわね。<笑>ゼリスカさん、本当にアファシス好きですよね。そうだ、アファシスといえば、最近…妙な噂? アファシスがエネミーとしてフィールドに現れるらしいの。タイプXではないみたいなんだけど。そんなイベント聞いてな。ああ、いえ、それは確かに妙な話ね。アファシスってサポート AI でしょ?私たちの味方じゃなかったの?設定から考えると可能性はあります。ゆいちゃん、何か知ってるの?はい、ママ。 私から簡単にご説明しますね。アファシスさんたちはもともと SBC フリューゲルの技術で生み出されたアンドロイド。フリューゲル?ああ、確かに。フリューゲル関連のクエストにはアファシスが必要だな。はい。さらにフリューゲルとグロッケンは過去に敵対関係だったという設定があります。
ですから、アファシスさんたちがエネミーとして登場することに矛盾はありません。本来であれば。Time consuming. 何か気になることがあるの？仮にアファシスさんたちのエネミーが登場するクエストがあるとして、今の時点で公式アナウンスがない点が気になります。ウリューゲル関連イベントの伏線って可能性もあるんじゃないか。つまりどういうことなのでしょうか。アファシスが敵でエネミーになるのでは、私もう皆さんと仲良くできないのでしょう。大丈夫よ、レイちゃん。もうずっと昔の話だから、私たちが争う必要はないのよ。そうなのですか。今は大丈夫なんですね。ええ、宇宙に逃げていた人々が地球に戻ってきた頃の話だもの。SBC グロッケンと同じ頃にSBC フリューゲルという船も戻ってきたんだけど、この2つの船はもともと違う国から来て、せっかく地球に帰ってきたのに戦争を始めて、結果フリューゲル、そんな設定があったのか。フリューゲルは高いアンドロイド技術も持っていたんですよ、パパ。フリューゲルと共にその技術は失われていましたが、最近ようやく発見され、私たちはアファシスさんと会えるようになったというわけです。そうだったのですか。確かにずいぶん長い間眠っていたような気がするのです。今私たちと一緒にいてくれるアファシスちゃんたちはグロッケンの技術じゃ作れない、フリューゲルの遺産なのよ。つまりアファシスはこの世界での実銃と似たようなものなのね。あれも今の技術じゃ作れないから貴重ってことになっているし。もちろんアファシスはレアなだけじゃなく大切なパートナーでもあるんだけど、今アファシスがエネミーとして登場していることは不思議なのよね。さすがツェリスカというか、本当に How much content and dialogue is in this?公式サイトに書いてあるわよ。調べたらすぐにわかることだわ。キリト君、ちゃんと読んでないんでしょ。イベントの告知サイトにも書いてあったよ。とにかくだ、エネミーとして登場しているアファシスが何かのイベントの伏線だってことは十分にあり得る。私たちが見たレイちゃんに似たアファシスもそれに関係してるのかもね。エネミーアファシスの話はまだ噂止まりだ。今のところ他のプレイヤーよりもリードしてるはず。これを逃す手はないな。早速ゲーマーの血がうずいてるみたいね。こうなったキリト君は止められないからね。よし、早速情報収集だ。縦に分かれよ。そっちの方が効率がいい。 I don't like you anyway. 私たち3人はさっきの探索でパーティーを組んだままだから、ひとまずそのままでいいんじゃないかしら。じゃあ私たちはあんたとセリスカさん、それにレイちゃんだね。私は新しい情報がないかもう少し調査をしてみます。よし、後で情報交換しよう。新イベントか。レイちゃんにも関係するイベントみたいだし、この事件私たちの手で解決するわよ。セリスカさん、ああいえ、ごめんなさい、ちょっと気にかかることがあって。プレハさん、先に調査を進めててもらうね。私少し用事を済ませてから合流するから。あ、I hate him just as much. また何かあったら連絡するわ。
アファシス関連の新イベントか。それは興味深いね。僕を頼ってきてくれたことは嬉しいけれど、あいにく何も知らないな。そうだな、こういう時は少し待っててくれ。誰にメールしたのです？アルファルトのメンバーにね。うん、帰ってきた。早っ、もうですか？僕が言うのもなんだけど、うちは優秀なメンバーが多いからね。一つそれっぽい忘却の神殿のあたりに怪しい NPC が出るという話をメンバーが聞いたそうだ。行ってみる？乗りかかった船だ。 It's about damn time。Form shot. Okay. Give me. No, what the hell is it? I'll take Premier. Why the fuck? No, never mind. That's amazing enough to go through all this shit again.You'd think these fuckers would already have him killed by now, but nope.
apparently I can't use my I can't even put stats in my character while in a dungeon, which is fucking stupid. The hell with it. I guess I'm just going straight blade on this one. No, I am not. For right now. Thank you.
this is not gonna go as planned. Definitely gonna have to go back and swap to another class. As much as I love this build, not the one that I should have brought. Checkpoint, I'm leaving and getting my shit back.初めまして。もしかして君もニュービー？よかったら一緒に探索しないかい？マスター、マスター、大変です。イツキとクレハが2人います。こういうゲームって初めてなんですけど、私一生懸命頑張りますから。みんなで力を合わせればどんな強敵にだって立ち向かえる。こんにちは。銃の音にはまだ慣れないけど、でもここなら強くなれると思って。仲間と力を合わせてボスを倒すと最高の気分になるんだ。会話が全然噛み合わないのです。多分 NPC よ。例のエネミーアファシス。フィールドに NPC が出現するなんてあまり聞かないけど。でもなんでレイちゃんじゃなくて私にそっくりなの？僕は強くなって君のみんなの役に立ってみせるよ。これはつまりアファシスが私たちをコピーしてるってことよね。コピーした上でエネミーになってるってこと？私ももっともっと強くなりたいんです。それにしても自分を客観的に見るのってちょっと辛い。そう思いません、イツキさん？違う、あれは僕なんかじゃない。え、そうなのですか？ソード系はエネミ
かないといけないから私には難しいかも。ソード系が苦手。それにあのさ、この世界で一番大事なのは仲間を信頼するってことじゃないかな。Just let me kill it。いつきさん、なんでもない。それよりほら、向こうは戦闘態勢に入ったみたいだよ。ああ、マスター、準備してください。戦闘開始です。エネミー発見です。You son of a bitch!Wow, fucking stun lock, really? Okay. That was the one I was not trying to hit. I can't reload manually with the fucking... Yeah, I'm not falling for that shit. Praise idol.
バトだ。君たちってすごく強いんだね。よし、もう少し修行して出直してくるよ。待て、逃げるな。なんてことだ。はあ、やりにくいエネミーだった。なぜやりにくかったのです？言ってることや装備が昔の自分と似てて、自分自身と戦ってるみたいで。へえ、僕は全然似ていなかったけど。いつき、どうしたのですか？何か気になることがあったのですか？別に何もないよ。とにかくあのアファシスは殺さないと。外見だけは僕に似てるし、変な噂でも立てられたら面倒だ。急いで追いかけよう。一刻も早くあれを消し去らないと。I get the feeling that's how you used to look and act in the past. Okay. Whoa! Shit. Oh, come on. What the hell is going on here? Did they extend the range on this thing? Because it used to didn't reach that far. Okay. That door's locked. I'll be missing something. Well, since I already made it all the way down here, might as well go back and change out my gear.
see if things go a little bit smoother. Say, why are you still alive? Soldier box,
That's what I missed. I don't know how I missed that. Okay, I've had about enough out of you. So, shining that fucking laser in my face. Ooh. Found the checkpoint. I guess that will be where we will call it quits for today. I will catch you guys in the next video. Until then, you guys take it easy.